暴言中とは、ボイスチャットを通して誹謗中傷を行う悪質なプレイヤーを指す言葉である。起源は古代ローマにまで遡り、皇帝に初めて反逆を起こした暴月中の名前から、反逆また悪質な行為を行う人のことを暴言中というようになった。僕は新米プレイヤーのタクヤ。つい最近このゲームを始めたんだ。まだまだわからないことだらけだけど、このゲームは本当に楽しい。今日もまた上手くなるぞ。やばい。うわー、ごめん味方負けた。いやー、やらかしちゃった俺。ごめんマジで味方。あ、起こしてくれた、ありがとう。あ、これちょっとチャットでありがとうって俺言わないとな。え、ありがとうと。いやー、味方マジでありがとう。よし、今日は初めてのランクマッチに挑戦してみるぞ。今日はどんな味方さんに出会えるか楽しみだな。いや、オッケー、ワンダウン取ってる。いや、オッケー、もう一枚激ロ。うわー、マジか。え、これ味方どこいんの。マジかよ、味方遠すぎだろ。あ、今俺味方のせいにしようとしたのか。ダメだダメだ、そんなこと。悪いのは俺だ。いや、ごめん味方。いや、でも味方がいればな。あ、違う違う、味方のせいにしちゃダメだ。うん、ちょっと昨日の俺はピリピリしすぎてたな。やっぱり野良の背にするんじゃなくて、まずは自分がどこが悪かったかっていうのを考えないとダメだよな。今日は野良の背にするんじゃなくて、ちゃんと自分で考えて行動するようにしよう。いや、オッケー、めっちゃロー。いや、めっちゃローなんだよな、こいつ。いや、もうこれ殴った方がいいわ。やばい、ちょっと待って。いや、めっちゃロー、めっちゃロー。いや、もうめっちゃローなんだって、こいつ。え？なんだよ、ハテナって味方。もう助けに来てよ。は？雑魚すぎ？ああ、もうお前何楽しんでんだよ、ボケが。もう雑魚だな。あ、しょ、この雑魚煽っとくか。はい、まず、ハテナと。はい、雑魚、おつー。しかもこいつ赤ピン連打して生きてたしな。雑魚が生きがんな。わら、うん、久しぶり。うん、久しぶり。じゃあ久しぶりにエペやっか。オッケーオッケー、行こうぜ。え、お前それやばくない？いや、やべえわ、俺ごめん、死んだわ。なんでダウンすんだよ！もう、そこでダウンすんの意味わからんて！もう、雑魚ならゲームやめろよ、お前。今日の授業はここで終わり。それと暴言中、お前らの人生もここで終わり。それと視聴者のみんな、二度と見に来んじゃねえぞ、このクソガキども。